ハイペリオンはイギリス海軍の駆逐艦 H 級。ハイペリオンの艦名はギリシャ神話のヒュペリオンにちなむ。1934年12月13日に発注され、ウォールセンド、オンタインのスワンハンター&ウィガム、リチャードソン社で1935年3月27日に寄港。1936年4月8日に浸水し、1936年12月3日に竣工した。兵装などの政府が供給するものを除いた建造費用は25万1466ポンドであった。収益後地中海艦隊の第二駆逐軍に配属。スペイン内戦中、ハイペリオンは不干渉委員会の施策を実施するためスペイン海域を巡回した。1937年9月30日から10月30日までマルタでオーバーホールを実施し、それからまた内戦終結までスペイン海域の巡回を続けた。ハイペリオンは修理のため1939年8月にポーツマス海軍基地に送られ、修理は8月16日から27日になされた。9月3日に第二次世界大戦が始まった時、ハイペリオンはドイツ通商破壊艦捜索のため、シエラレオネのフリータウンへ向かっている途中であった。10月末、ハイペリオンは北アメリカ、西インド艦隊に転属となりそこで、アメリカやメキシコの港にいたドイツ商船の封じ込めに当たった。12月19日、ハッテラス岬沖で、ドイツの客船コロンバスを発見。コロンバスは拿捕される前に自沈した。1940年1月中旬には、ブリテン諸島に移り、1月25日から3月6日まで、ポーツマスで修理が行われた。ハイペリオンは、スカパフローで、本国艦隊の第二駆逐軍に戻った。4月5日、ウィルフレッド作戦実施準備にあたる、機雷敷設艦を支援する巡洋船カンデナウンを護衛。4月8日、ハイペリオンと駆逐艦ヒーローの2隻は、ノルウェーのバッド沖に機雷原を作っているよう見せかけ、その位置は、ノルウェー側にも伝えられた。4月21日から、ノルウェーのドイツ目標を攻撃する空母グローリアスとアークロイヤルを護衛。4月27日にグローリアスが給油のためスカパフローに戻ったが、ハイペリオンはアークロイヤルと共に残った。5月初旬、ドイツの艦船を求めて行われたが成果はなく終わった。北海への出撃の際、軽巡洋艦バーミンガムを護衛。5月8日から12日にかけ、ハイペリオンはフックオブホランドからイギリスの人員を脱出させ、5月16日に地中海へ向かうよう命じられた。7月9日、カラブリア沖海戦に参加。1940年7月19日、スパダ岬沖海戦に参加。7月18日、クレタ島の北で対潜掃討を行うため、駆逐艦、ハイペリオン、アイレクス、ヒーロー、ヘースティはアレクサンドリアから出撃し、その援護などのために、軽巡洋艦、シドニーと駆逐艦、ハボックもアレクサンドリアから出撃した。7月19日に、ハイペリオンなどは、イタリア系巡洋艦、ジョバンニ・デ・レバンデネーレ、バルトロメオ・コレオーニと遭遇し交戦。シドニーとハボックも合流し、被弾したバルトロメオ・コレオーニは航行不能となった。ハイペリオンとアイレクスが雷撃を行ったが、ハイペリオンの魚雷は外れた。ハイペリオンは2度目の雷撃を行い、今度は命中し、バルトロメオ・コレオーニは沈没した。9月25日、ハイペリオンは、駆逐艦ヘレワードや他2隻の駆逐艦と共にシディバラニ周辺のイタリア軍陣地を砲撃した。11月、タラント空襲を行う空母イラストリアスを護衛。12月14日、ハイペリオンとヘレワードの2隻はバルディア付近でイタリアの潜水艦ナイアーデを撃沈している。だが1940年12月22日、マルタへの船団護衛の際戦艦マレーヤを護衛して、アレクサンドリアからジブラルタルへ向かう途中にパンテレリーア島沖で触雷した。駆逐艦アイレクスが曳航を試みたが、曳航策が2度にわたって切れ、アイレクスによる乗員の収容後駆逐艦ジェーナスがハイペリオンを沈めるよう命じられた。ハイペリオンの乗員2名が救助されず、爆発により死亡したものと推定された。ありがとうございます。